日本酒予備校、日本予備校、政行きチャンネルへようこそ。えー、ちょっと今回ですね、えー、声が持てなくなってきていまして、えー、ギリギリの段階でやらせていただいています。えー、ちょっともう過労が続いてましてですね、まあ、かなり頑張ってやりますので、えー、いや聞こえにくいと思いますがあ、ご勘弁願いと思います。なお、おあくまでこれは私的な見解であり、所属する団体予備,予備校とは一切関係がありません。なお おこのあと他の受教美孝さんが回答を出された場合は後から出された場合の方がより正解に近い場合もありますのでそちらもご参考ください <laughs> えでは早速ですね、えー、1番からいきますまずですね、えー、空欄 A です A のところで、えー、旧石器時代人が、はい、何とかに飛んだ小規模な集団 でその後対大局的に縄文時代になるとはい自然豊かに恵まれてなんとか初めはですね全域にわたって拡散と書いてますねだから A は移動ですね移動生活の移動移動性に富んでいたとそれに対して B が定住縦穴住居によるとこういうことが妥当ではないんでしょうかはい <coughs> えー、早速「う」ですがまあこれですねまずあらかじめ言っておきますと、えー、B じゃ3番ですねこれ出題ミスの可能性がありますでまあ回答はとりあえず出しますが ねえー、その可能性があると。では一応いきます。アレスが、えー、まずごめんなさいね。えー活性部 A。A がいわゆる環状列石ストーンサークルそれから森辻工などの大きな施設ということになっています。でアレスが縄文時代において大きな岩石や土砂を盛り上げ 構造物を造営する技術と組織があったとまあとりあえずこういうものを作ったわけですからねまあこれについては問題ないと思います。E 構造物や継続性があり弥生時代に引き継がれて活用されたものが多いでまずですねよくあるパターン生後問題で「モ」ダと正解の可能性があるんですねでこれちょっと微妙なのがですね何かというとはい まあこのイの選択肢バツだとと結構判定していいる人も多いと思うんですよなぜかというと今回のこの構造物というのは要するにこれですね、えー、ストーンサークルと、えー、そのストーンサークルと盛り土以降ですよねじゃあ盛り土以降とこれは使われているのかどうか土を盛るというのは要するに次の時代墳球墓なんかに使われている可能性がありますよねじゃあストーンサークルあるのかどうか 実はですね、ストーンサークル、大湯環状列石、有名なんですが、まあ、そうですね、それ以外でいきますと、ちょっとこちら見てください、これ、えー、岡山県の立てき遺跡です。で、こう書いてありますね。はい、これは、国の史跡でストーンサークルとしても知られていると。 ちゃんと書いてあるんです。ということを考えますと弥生時代でもこうやってストーンサークルは使われているものがあるということなんですよね。だけど多い多いかどうかっていうのがあれなんですよね。ストーンサークルそもそも縄文でもたくさんあるわけじゃないからだから一応これは保留にします、はい。だけどないわけではないんだよって話をしていきます。 はい、だから今は、えー、はっきり言えば多くはないと思うからバスの可能性は高いが、まあ、丸の可能性もあるということです。うん。建造物で先祖祭祀などの儀礼や祭祀が取り置かれることが伺かがわれる、まあ、これもちょっと引っかかるのが先祖祭祀の儀礼というのは普通教科書だとこれ古墳時代とかに出てくることが多いですよね。 この時代にまあいろいろ精霊崇拝アニミズムなんでしょうかね先祖祭霊なのかよというところでこの「う」の選択肢もまあ罰の可能性もある気もしますよねで「エです」「縄文後期晩期これアの場で儀礼祭祀をすかさるリーダーが反映したと推察されるとで まずリーダーがいたのかいないのか普通ですね指導者といったらはい弥生なんですしかしながらまあよく考えてみるとバッシュのほか左上剣士といって指導者が歯を削ってますねそして縄文の晩期とかになりますとまあ例えば稲作も始まってますもん弥生にい突っ込んでるわけですから いいいいわゆる始リーダーいてもいいと思うんですよでちょっとね用語集を見ていきますとドンこうなってるわけです。ここにですね呪術で採取を司るシャーマンが集団を統率したとこれ縄文のところに載ってるわけですよ。ということを考えますと絵はまあ罰の可能性もあるが丸の可能性もあるかなって気はしますよね。 はい、で「お」コニモニュメントでは日常生活も行われたこれ集落の近くに使われてるらしいですが別にそのモニュメントで生活するわけじゃないのでこれは関係ないでしょうだからまず確定は「お」ですあとがどうなのかということでまあ絵は一応ですね縄文と弥生が「はい今日もって弥生」というわけではないので 一応、縄文晩期末期には、えー、巫女が存在していてもいいと思うので絵は丸判定します。で「い」「う」まあこの辺りですよね。はい。でとりあえずですね「い,い」ですがさっき言ったようにえー、まあて付き遺跡とかにもあるということは「ツ。 なんでしょうけども、はい、えバスってか、あれ、されてるってことですね。えだけども、多くはないんだろうから、まあ、これがバスということを考えていくと、はい、う、うじゃ、ごめんなさい、いだ、い、これが答えになるのかな。ただし、うの、この祭祀ですね。問題はここです。 でですねこれですね教科書でいくとやっぱしこう氏神とかねそういうのを見てしまうと罰ということで「い」と「う」と「お」というふうな3つで出題ミスというふうに判定できなくもないので一応抗議してみるのもありかもしれませんさっき言ったように絵も怪しいですからねそもそもがただどうしても1つ出すのであれば 仕方がないから一応今回は「伊藤を」ということにしておきます。でなぜかっていうとですね一応教科書レベルでは、えー、この「祭祀」「先祖祭祀」というのはあ古墳時代で出てきますよね。あの神社とか名前載ってるあたりのページですよ。ただですね一般的な教科書ではなくて先、えー、この祖先崇拝ですね先祖崇拝 もしくは、先祖儀礼、先祖祭祀。で、さらに縄文とかね。で、いろいろ調べていきますと、まあ確かに論文とかには出ているんですよ。縄文でもですね。よって、うは、まあ学者レベルでいくと、まあ丸判定かな。いうことになるんでしょうね。はい。えー、よってですね、はい。えー、今言いましたように、まず、 あが丸で,で、いが×で、うが丸で、で、え,ー、えも丸で、で、おが×ということになりますね。はい。これが×で、ここが丸ですね。はい。一応ですね。ただ、これはあくまで暫定的な話で、先ほど言いましたように、このうも、えも、怪しいって怪しいんですよ。これ本当はね。 受験デビューでいきますねはいでまあとりあえずとをということで暫定で一つ出すんであればですね混乱を起きたすのではいでは次です次の問題です、はい、ご,じごじごじしてきてますがちょっとこう消しますよ下が見えにくくなりますはいじゃあ続いてえ見ていきますと第えー、すいませんでもう声が でなくてねもう限界を超えつつあるんですよ私もはいだからちょっとねえ訳、ー、がかんないこと話してしまうかもしれませんけどすいませんで4番なんですがはいええー、山陰地方四隅都市型紛糾房はいこれ有名ですよねえー、問題ないと思いますこれが丸です 河川部 B をそもそも見てなかったのでここです。噴きゅ関係ということになります。大阪平野周辺では前方後衛噴が造影されだってこれって弥生時代ですよね。弥生時代って書いてありますね。弥生時代でこの大阪の前方これはあの古墳の中期とかですね。 大阪、前方後円墳、ツ。で、関東地方、方形修行簿がなくがツです。宇津木遺跡というところで出てますね。八王子です。で、北海道で方形修行簿なんかないですからね。で、墳休簿は古墳と脈絡がなくがツありますね。終わりです。はい、5番目です。あ、前方後円墳は、機内を、 中核に含む関西地方において4世紀後半はい4世紀後半だともう遅いですねはいバスですまあ3世紀の段階ですよねこれね E 市長が帯びた資質は政治経済武力などの力量のほかに呪術や宗教的能力も関与はい えー、ということでですね、これは丸でしょうねあ。ごめんなさい、誤ってるもん選ぶからもう答えがあれ出てるんですね、これね、5番ね。2章を見ていきましょう。う、市町村の序列化には、大きめの血縁系譜との距離も影響。丸 A 古墳の墳形と規模には、当時の政治的な序列関係が強く反映。はい、だから、 えー、でかいのを作れる人小さいのしか作れない人とかありますよね。そして首長首長は自ら属する族を取りまとめいろんなあ多くの関連する勢力を窮合まあいいんじゃないですか多分ね大和政権はい6番目ですはい河川部で,、はい、ではいでは行きましょう えー、市長の政治力は申請の籠に支えられる必要があった。うん、なんとも言えないでしょう。この時代には優れた工芸品が制作されたが、維新財経済を支えた。みんなに配ったんですね。従えと。まるでしょう。市長の立場は一般に脆弱で安定性に欠け、社会的動乱に陥っやたかった、安かった。で、ほら携帯天皇、連れてこられて天皇になったりとか。 ね、ありましたね「安観選果と君へも見た」とか「うん主張は政府を持ち気遣環境を排除して官僚制官僚制ってこれ憲法17条の時に転換するんですよねということはこの段階ではないから「罰よって答えが「え」でしょうもうあとはね選択肢を見る必要もないかなと思います さてでは、大門の2を見ていくことにします。はいではですね、早速ですね、いきましょう。まず1番目、河川部 A です。えー、魏志和人伝に、卑弥呼、喜怒寿、翌週を惑わす。これ、丸ですね。E ー、勘定地理師。えー、紀元前一世紀和人社会100余り。 落老海中に輪人ありですから、ツ。これ落老群。まあ、比較的な簡単なこれ問題じゃないですか。よって答えは、いいです。あとはもういいですよね。じゃあ、河川部 B です。はい、埼玉県の稲荷山古墳、鉄拳云々ということですね。はい。 まあ少しこう話してるとですね、えー、声もだんだん出てきてますんで、なんとかやれるかなと思いますけどね。はい。もう完全にね、声が潰れてきてますからね。では、河川部 B の説明。えー、もう一回いきますね。埼玉の稲荷山古墳ですね。まず、冒頭に、侵害の都市とあり、あ、ごめん、辛抱の都市か。嘘ですよ。これ、公栗交代用秘分ですよね。はい。もうこれ関係ないです。はい。これ違いますね。証明2年です。 はい、で和の「大きみ」を中心として天下が片付けられたことが読み取れる、はい、これが丸じゃないですか「大あけ」と読める大きみ「大きみ」「大きみ」じゃないです「大明け」のお「おみ」「おみ」です「おみ」「×」「ぬかため」の「おみ」これが出てくるのはね「えー、稲荷山」じゃなくて「稲荷大」 というのもの鉄拳です。バスです。そして、OR、オア安東大将軍は総女和国伝ですね。宗女国伝。バスということになります。はい、では3番目です。まず河川部 C。河川部 C がこれです。じゃあ、早速見ていきましょう。 まず、えー、6世紀って書いてあって、6世紀。6世紀です。百済の貫禄が暦を伝えた、丸でしょう。はい。ああ、丸でしょう。じゃいごめんなさい。百済の貫禄はあれか、ごめんなさい。えー、7世紀、ごめんなさい。7世紀です。7世紀だから、バス、ごめんなさい。これ7世紀ですね。7世紀。 でが仏教は誰が見ても生命王ですね。だからこれも罰でしょう。で、五教博士は百済から来たんですね。これも罰でしょう。で、ワにも百済から来てます。罰答えが残った王ですね。異教、歴教、異博士ね、えいろいろ来たと。終わり。 では下線部のではい文書行政の話ですでは早速いきますまず「あ」ですがえみことのりの作成ははいえー、中司賞ということになります で身体的特徴が細かいのは、慶長ですね。で続いて、ですね、戸籍に登録されるのは6歳以上、制定関係ない、女性もですから6歳以上の男女です。 エスが中央に信条されなかったかますだって蝶や陽は中央に収めるものですからね答えは「お」でしょうはい5番目ですまず「あ」国学では軍事の指定の教育が行われた答えは「あ」です「い」ですが 儒教、はい、の経典、あまり重視されなかったが×。えー、明行道というね、儒教の経典を研究する学問が重視されています。ウんですが、一般の庶民ではないですね。これ、貴族の指定です。では、国学が国ごと、大学は中央ですから×と。6番目、下線部の F。F が大学別荘。 はい藤原の冬継が作ったもの即答で管学院です7番目河川部の G です立国史第五天の時代に作った最後のものですねはい日本三大実録ということになります さあ、で、河川部のエッジ木管ですはいでは木管関係の誤っているものということになりますねまず「あ」ですが飛鳥池遺跡天皇と書いた木管が出土した丸長屋王邸宅長屋神皇木管も丸 で飛鳥清美原漁以前のものが見つかっていないこれがバスです大体、えー、人身の乱のあとぐらいからですねかなりのですね天武天皇ぐらいから木簡が出土してますから答えが「う」ですはい続いてですね「えー」えー「二札誰が見ても丸えー、そしておも「お」もまあ丸でしょうね では3番目いきます。まずボーナス問題。日本買い分けで何とか放棄か。これ、ドミン。ドミン放棄。これ、始めなり。で、その後はい。えー、ハリマの一期。ハリマの1期。守護空乱によって鎮圧。ハリマの守護だから、赤松さん。 さあでは次に過失の特性一期まず「アですが有機合戦が1440年でこの一期が41だからサイではないからバツい」イは数千人ほどだったこれは人数わからんから保留はい V 値特性例を初めて出したのが 1454年、まあそこから後です。だから、以前が×。で、この時、えー、何でしたか、下線川部 A というのは、過筆ですよね。はい、過湿の時に、特性例を出した答えは A でしょう。答えは A ですね。 で、おですが、柳生の特性碑文は、これは小腸の特性一気の説明だから、バスということになります。はい、下線部の B です。えー、下線部の B ですが、荘園や村落における人々との結集や戦い。では、4番目、見ていくことになります。まず、人々は、 結集する際に一味人水という作法を行った。丸。領主のところへ退去して押しかけることを豪訴。丸。身を隠す、挑戦。丸。誰が見ても絵ですよね。事件団って何ですかこれは、はい、裁判権や警察権を行使すること。だから答えが絵です。 村のリーダー、大人、殺人、番頭、年寄りも丸ですね。はい、5番目です。河川部の C です。山城の国一まず、これに関して、オー大仁ランドは意味が分からないですね。何が山城の国旗オー大仁ランに属するんですか。まず、一ついいですか。山城の国一というのは、1485年から93年。 オーニングランは1467から77で関係ないんです。で、いいですが、南・山城です。南・山城じゃない、山城の南です。だから×。で、これだから8年ですね。15年が8年。だから×。答えがうですね。国をおきてを作った。で、当たりが見ても、細川が畠山。だから×ということになります。 はいでは空欄の C です。はい、実動き周囲。空欄の模したる国、成行騒動。何をはい、加賀の一向一騎百姓です。百姓の模したる国。答えはいいでしょう。はい、では河川部 D です。まず河川部 D が何かと。 ホッキ一騎ですまず X 一向と揉めた揉めてますよ石山本願寺の野球打ちは信長しかも野球打ちじゃないですかね今回は山科本願寺だから×天文ホッケルなんで京都を追われたが丸比叡山延暦寺の野球打ち×こんな事実はないですよってですね はい、×バ×というものになりますねはい答えが「お」ですでは次ですえー、見ていきますとはい、4番目です、えー、まず江戸時代に、えー、飛行機設計、まあ、こんなことどうでもいいです でまず河川部 A、まあ、この河川部 A はどうでもいいんですよ。問題はですね、1780年時代の、まあ、京都のですね、えー、いわゆる様子ということになります。で、まずですね、元織りのりだが、これ、伊勢です。伊勢の松坂です。だから、バスということになります。 いいですが比叡山遠若寺さっきの選択肢なんか微妙なのありましたが信長に野球されてますから当時のもの残ってないですよねだから罰ですそして清水寺本堂も坂の上の当時じゃないですねこれ江戸時代に作ったものですこれねえー、図説なんか見てもらうと分かるんですが、えー、ご元禄文化が元禄文化の建物で出てます 清水の本堂ですね、家け作りってやつで写真が出てます。だから、図説を確認なさってください。はい、続いてですね、えー、そのままいきますと、桂離宮、八丈の宮利仁親王、丸答えはこれですね、すき家作りってやつです。そして、尾ですが、高瀬川。 これ、墨の蔵領域です。河村がバス。墨の蔵領域。答えはだから、尾がバス。ということになります。はい。では、次です。はい、続いてですね。ええー、2番。河川部 B について。 はい、下線部 B が、どこだここ下が、宇多川広重です。では、宇多川広重の話を見ていくことにしましょう。まずいきますと、えー、そもそもこれ見ていくと、ほら、これも絵画ですね。絵画関係、実はね、私、あらかじめ、えー、大予言で原子と絵画が出るって言ってたんですよ。 これ絵画ですよ、ね、もう先行ってしまいますとこれもほら絵画ですよねやっぱし絵画がたくさん出てますよね予言通りでしたねはいで早速いきましょう、はい、今回この歌川広重さんの問題ですまず 明治幕末から明治にかけて世相を批判する作品を発表したまあちょっとこれね分かりにくいかもしれない置いときましょう「富嶽三十六景」これって葛飾北斎ですね葛飾北斎ですよねこの段階でこれは罰です で江戸明治百景、雨の中の橋。これはね、はい、大橋畑の夕立ってやつで、教科書に載ってます。答えは、うです。はい、続いてですね、えですが、大首への手法。はい、人間は、はい、広杉やらないですね。これって、写楽か、 歌丸です写楽と歌丸ですで答えが残った王ですねヨーロッパに紹介印象派の画家に影響を与えたこれをジャポニスムって言うんですねはいでは空欄 A です空欄 A ですが、はい、これもまた絵画ですね絵画作くれしてますよねこれねびっくりしました一個だけじゃないですここでも絵画です浅間山図苗部 ということでこれ A は青銅電線が出てます、はい青銅電。はい、4番目、河川部 C。河川部 C ですが、江戸城。では、江戸城関係を見ていくことにしましょう。 まず正しいもの徳川家康がここで死んだ家康が死んだのは駿府ですで朱印船江戸からは行ってないでしょうね明力の代から燃えたのは丸ですこの結果天守閣が現在も存在しないです絵ですがはい近松文在門左衛門京都です 徳川家持がどこで死んだかちょっと難しいね大阪城ですはい答えは「う」です5番目河川部で河川、はい、部でがどれか薩摩ですでは早速見ていきますまず島津家久時代の琉球侵攻後も琉球国王は大民心関係を維持した これは丸です島津忠義は藩校増子館を設立これがバスですねはい増主館を作ったのは島津、はい、重里でね重秀です,、ね、秀秀いいです重里この人ですなお宇野頭書黒里の先輩島津成明反射炉久光丸文久の改革全部丸 問題なしはい6番ですえー、まずですねえ河、ー、川部 E はい馬琴ですね極低馬琴滝沢馬琴さてえ馬、ー、琴と同じ時代正しいものまずアレスが「アですが誰が見ても元俗文化青で書いとこ。 禄文化「い」はそもそも「保険スープ」を書いたのは鈴木牧師だから人が違いますだから「い」はそもそも「ウ×」「う」「書き右衛門」は関係機です関係機文化絵のイノンを取れたかが答えでしょうはい 主元禄の頃ですねはいじゃあ終わりです7番目河川部 FF はダヴィンチさあイタリアから江戸時代に来た人物まず「あ」は明治時代だからバツです清袖イタリアですけどねロッシュはフランス クルムスは来てないドイツそもそも来てないです答えがえシドッチヨハンシドッチ1708年屋久島に潜入ですドン・ロドリゴこれはスペインということになります以上で終わりです5番目ですさあいきますまずですねはい えー、ちょっと A は誰か今から100年前に亡くなったんです1922年政党を嫌いでずっと見ていきますと、まあ、長州伊藤内閣の内務大臣鶴見審議長参謀総長 あの人ですよ山形さんですさあで B ですねはい B は漢字三文字何とかを率いていった騎兵隊でしょう幕末ですさあで河川部 A より後に起きたものはい でではですね、まず見ていきましょう。えー、まずこれちょっと訂正が出てますね、実は。これ、第2次は64年じゃないですね、これ、これ訂正が出てるんですね。1866年、これ、私側じゃなくて、大学側が訂正出してるみたいです。 今回、大学が訂正を出してるんですね。もう一回訂正を出してます。それがね、この、えー、絵です。絵がですね、これが、国こ書会議に変えられてます。これは私がじゃないです。大学側による修正です。これはい。じゃあ、一応それで解いていくことにします。はい。撮影戦争が、 はい、63年4国艦隊下関砲撃事件が648月18日の政変が63県中組が64で国書会議が67よって答えが A ということになりますだからこれ直せないでこれ解けなかったんですねだからね えだから、これ、回答を直したんです、これね。すごい話です、これね。これ、修正がちょっと行き渡ってなかった事件ですね、これね。では、河川部の B。近代的な軍隊の整備確率。まず、誤っているものを選ぶことになります。アレスが、徴兵国有に基づき。 国民会兵を原則とする徴兵令が公布された。はい、これ問題ないでしょう。徴兵国旅に文言にあった欠税という語句は誤解を与え、各地で徴兵反対一揆が起こった。はい、確かに徴兵反対一揆は、これ、起こってますね。 徴兵逃れを文言にあった徴兵免れの心へのような手引き書があったさっちょうどから御神兵を募って廃藩地県断交への備えとしたるです」おですが「オレスが常備力軍として東京大阪それから熊本仙台断壇上台何ですかこれ」 賃貸ですよね。賃貸。罰よって答えが「お」ではないんでしょうか。はい。続いてですね。はい。空欄 C。空欄 C に当てはまるのは何ですか ?77 年。もちろん西南戦争でしょう。はい。西南戦争。 そして空欄、河川部の C。C が、地方制度の確立。政府の顧問として助言を行ったのはモッセ。答えが E です。河川の D、はい、D は、淑見審議長にならなかったのは大熊茂昭ですね。基本的にこの人は、 あの反政府側の立場のほがほとんどですから。はいで、河川部の E、第二次内閣、山形ですね。では、その時じゃないの。まず、文官人用令の改正、軍部大臣原則不完成、治安警察法、答えが A でしょう、はい。母親証書は1908、第二次桂ということになります終わりです。 河川、はい、部 F、民本主義に関連、天皇機関説を唱え、右翼から攻撃、貴族人議員をやめた、もちろん、見延達吉さんです。なんか、普通に、ボーナス問題ですよね。だからまあ、最初のちょっとあの原始の分かりにくいもの以外については、ほぼ取れるんじゃないですか。で、河川部の G、はい、桂太郎です。桂、はい、太郎について、誤っているものです。 まず第一次内閣日英同盟まあ、日露戦争丸西園寺と皇后丸第二次内閣退学事件丸立憲党司会作った決闘前に死んだ丸尾のこれ見て後半なんですかこれ尾の後半というのはこれは誰が見ても西園寺二の時の話ですね よってバスで答えが O ということになります。で、河川部 H。H というのが1922年、これですね。はい、A から、はい、1898年。イが12年。うが20年。えが22年。おが、これも20年か。で、今回は、はい、えビンゴで A です。終わります。 ラスト問題またもや絵画です <laughs> まず風俗画の中心京都を描いた普通に考えて中落中落蓋図屏風でこの落って何かっていうのはこれですね古代都市を京都に見立てた答えは落葉です そして B あ越前ときてますから朝倉さんです C、はい、この「落中落合図屏風」を書いた人上杉謙信にね信長が送った加納英徳あですさあでその後もちろんもう大仏殿があるし この文字でわかりますね。即答で、方向値。はい。で、ここ、また来ますから、落中落外図鑑なんですね。本当はこれ、えー、図が必要ですよ。落中落外巻、落中落外図鑑です。図が抜けてるのかな、これ。ちょっとこれだから不備かもしれない。 本当はこれを求めるんであればですよ、ここに図という文字を入れないといけないんで、これ本当は図鑑ですかだからちょっとこれね、微妙な気がしますが、しょうがないでしょう。で、大和への画家。ということで、選択肢を見ますと、はい、住吉、はい、ごめんなさい、住吉、愚慶ですね。はい、住吉、愚慶ということが分かります。 では次あとは浮世絵版画ガ線河川部の絵浮世絵を作るのにはいろんな人の合作ですまず絵を描く人そしてそれを彫、はいえー、る人でする人売る人答えは「いいですこの記事詞って何かというと ろくろを使ってね木のねお椀とかそういうものを作っていく掘ったり作っていく人なんですね。いなんか知らなくていい。これ正距で出すのがベターでしょう。はい。もうこれで終わりかな。最後に明治の歌舞伎に貢献した名優代々の当たり役しばらくを演じる。 まず代々の当たり役と書いてますからねこの段階で初代消えますよね代々ではないですはいということでどっちかで明治ですからね五代では古すぎですね答えは「う」ということになりますはいでは以上で終わりですかね えーまあ、ちょっとね、最初の原子のあたりとか、ちょっときつかった気しますが、まあ、最初、一問にもは仕方がないでしょう。でも、それ以外がほぼ取れると思いますので、ね、取りこぼしさえなければあ、かなりの高得点は望めたのではないでしょうか。はい、まだね、忘れは続きます。の、えー、で、ね、えー、類題が出ることもありますので、原子以外につきましては、よく復習をして望んでほしいと思います、えー。なおですね、まあ、私からね、ちょっと言わせていただきますと、 えー、大予言は的中してました。えー、1位が原子と絵画詞とちゃんと書いてます。絵画詞、えー。今年は必ず特にビ術ーズの中でも絵画が出るよって書いてあってちゃんと絵画が出てましたからね。えー、ですのでまああまりこうおざなりにせず大予言ももう一回信じて見直していった方がいいと思います。明日以降の入場からですね。はい。えー、ではですね、えー、いいねボタンとチャンネル登録だけはよろしくお願いします。そしてですね、 えー、私からお願いがあ3つほどあります。1つ目は合格したらですね、報告をしてください。えー、2月の23日をもってですね、えー、皆様の報告するような動画を作りますから、そこに、えー、メッセージを入れてくれたら幸いです。そして、えー、2つ目です、えー。私こうも身を削って動画作成しておりますが、えー、もうちょっとですね、せっかくこんないい動画作ってますので、広めたいです。え適、ー、も当たってますし。ですので、皆様合格しましたら、兄弟とか。 いろんな方にですね、後輩とかに、ちゃんとこれ、受験の時役に立つから見とけをして登録させていただくと幸いです。そして、最後にですね、もう受験終わったからこの番組はいいやと思わずにですね、いろいろ面白いですね雑学とか、歴史の話とか、3月以降やっていきますの、ね、で、引き続きご覧になっていただけると幸いです。それでは皆様のご検討をお祈りします。またお会いしましょう。さようなら。